当人たちが振り返るこの一年、まずは宇宙海君から。こんにちは、宇宙海浩二です。たくさんのファンに囲まれているというスーパーアイドルの立場、はい、実感あります？いや、ないです。ちょっと信じられないですね。なんかでもやっぱりコンサートとかやってね、結構盛り上がってくれたりとか、実感湧いてくる時あるけど、普段は全然ないですね、そういうことは。あ、うん、まあ、平気で結構街歩いたりとかしてますし。歩いてんの？歩いてます、平気で。実感ないんですけどね。うん、そういう面に関して。自分がもし歌手になっていなかったら何やってるかしら。なかったらね、いや、わかんないですね。アルバイトとかしてたかもしれない。あ、なるほどね。結構あの大学とか行ったりね。今でもね、大学は行きたいと思ってるんですけど、ちょっと無理ですね。そう、はい、うん、キャンパスに憧れるんですね、僕。まみれて入れますよ。え、そうかな。こんにちは、源氏の赤坂明です。こんにちは。こんにちは。さて、質問なんですが、はい、まもなくデビューしていきます。はい、デビュー前と言いますと、自分は変わったと思いますか？やっぱ少しは変わったと思いますね。最初の頃は人見知りっていうんですか、あれをするようにしてたんだけども、今じゃあんまり。そうですか。はい、じゃあですね、とっても難しいと思うんですけども、はい、なぜこんなに人気があるんでしょうか？なんか言葉では言い表せないような感じなんだけども、やっぱ一人一人個性が違うからかな。やっぱその辺のところ、なんていうの、ファンの子になってみないと分かんないんだけどね。僕自身は多分その辺だと思うんだ。あの赤坂君がね、はい、最初に小さい頃、はい、素敵だなとかさ、はい、かっこいいなとかさ、憧れた例えば女性歌手もしくは男性歌手いました？そうですね、少年隊の皆さんとかね、まあ、すごいなと思って。こんにちは、源氏の佐藤裕之です。あのヒロ君が、はい、自分ではね、例えばコンサートのチケット一生懸命取ろうとしたことあったかしら？誰かの。ないです。コンサートってはっきり言って見たことはないですね。おお、じゃあ自分がそのコンサートのステージに立った時はどんな気持ちだった？一つの夢だったから、だから本当に嬉しかった。この1年の活動の中で、はい、一番印象的なこと、はい、今コンサートの話に出ました。最近なんだけど、あの足を怪我しちゃってで、すごいローラースケートがやりづらくてね、本当に大変で、もうどうしようかなと思ったのが一番印象に残って。初めて責任感なんての感じだ、そこで。そうですね、やっぱし足怪我してローラースケートうまく滑れないから、みんなの足引っ張ってるから、結構早く治んないかな、早く治んないかなって言ってます。こんにちは、源氏の佐藤敦です。こんにちは。こんにちは。敦さんには、この質問を、この1年で一番嬉しかったことを教えてください。はい、そうですね、やっぱりあのベスト10とか、あとトップ10とか、ラジオもできたし、コンサートもできたし、やっぱりそういうことはすごく嬉しいと思ってます。トップ10とか、ああいう番組で会いたかった人っていました？あんまりいないんですね。女の子は？女の子はあんまり興味ない。そう。1年後。どんなことやってるかな。もっと強いことやってるんじゃないですか、多分。いや、わかんないけどね、そういう自信あるかな。あ、ないかな。でもそんな感じする。こんにちは、源氏の元純一です。日本中のアイドルになった今、はい、今一番楽しいことって何ですか？今ですか？やっぱりあのファンの皆さんにね、まあ前に立って歌ったり踊ったりすることですね、やっぱ。でもね、はい、そういうファンの人と一緒に接するのがとっても楽しいってのは分かるんだけど、はい、例えば3年ぐらい前をね、はい、考えてみたら、その頃の楽しみって何だった？そうですね、やっぱりあの友達とね、やっぱ日曜日とかね、ほら、あのよく遊び行ったりね、ボーリングとかね、ああいう楽しいことやってたのがやっぱ楽しみだったっていうかね。ねえ、となるとだよ、はい、そういう楽しみは今ないでしょ。今ないですね。うん、悲しい？やっぱ悲しいですね。やっぱ前みたいにね、いつもみたいにやっぱ遊んだりできたらいいなと思ってるんですけど、やっぱ外出ちゃうと、一応僕も光源氏の中だから、やっぱね、ファンの子が来ちゃうから、全部くれると嬉しいんだけど、やっぱ遊びたいからね、そのところをちょっと分かってくれればいいんじゃないかなと思ってますね。こんにちは、大沢みきおです。10年後、石原裕次郎さんみたいになってる。かっこよく、うん、映画のスクリーンでね、3枚のもうできて、3枚目もできて、うん、
昔のね映画なんかのスターというのはですね、トイレも行かないね、もう何を食べてるかも分かんない、神秘の向こうにいたんですよね。結構不思議な立場でいたわけ。最近のあれですね、アイドルっていうのは身近ですね。身近、子供とかでもね、お兄ちゃんとかお茶とか言ってやってきますし、すごくその辺はね身近になってきましたね。うん、逆にそういうふうに身近の方がいい。ああ、それはね、それ難しいんですよね、要は。なるほどね。今大沢君たちに憧れてる人ってのはたくさんいると思うんですけど、どうでしょうね、先輩としてアドバイスすることが当たるかしら。いや、別にそうですね、僕は人に教えるのも教えられるのも嫌いだから頑張って冷たいけど、とっても明るく元気なですね、はい、もう悩みがないと思われる諸星君に、どうも、おいおいおい、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、1年間、この1年間、はい、何を第一に考えてやってきた。何も考えてないって、何も考えてない、何言ってるか。僕やっぱファンの子をね、やっぱもう楽しく、まあ盛り上げてあげるっていうかね、これを第一に考えてきたんですけど、うん、まあ、反対にみんなから盛り上げられたっていうかね、うん、もうありがたく思ってます。そうですか、うん、はい、早く次の質問行こう。はい、これからの目標、そうですね、やっぱり、まあ、チームワークが第一ですからね、僕たちは。まあやっぱりチームワークをもっともっと固めてね、うん、やっぱ事務所にはいろんな先輩っていうかね、もう素晴らしい先輩ばっかりいるから、先輩ね、追い越せ、追いつけで、なんていうんですかね、やっぱチームワークをしっかりして、うん、もっともっと力をねつけてって、うんうん、それからなんか挑戦、いろんなことを ね、ミュージカルとか映画とか挑戦していきたいと思いますね、うん、いや鶴子さんとやってたんだけど、そうなの、そう、鶴子さんとやってて、うん、放送上はすごく変なことを言ったりとかするの、うん、でも放送がない時は、うん、本当に真面目な人。へー、私最初は怖いかなと思ったの、触ってきたりするんじゃないかなとかいろいろ思ってたんだけど、うん、もう全然普通のおじさんって感じで、うん、いい人だった、うん、鶴子さんは全然良かったな、うん、あとは、まあそれあれだけど、うん、地方とかまあいろいろラジオ番組に行って、うん、なんか変なアナウンサーとか、ゲストとして、ね、私浅香多田さんって言われたことがあるのね。ゆいっていう字ってね、多田っていうのよ。そう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 。それでね、ちょっと前もって聞いててほしかったなっていうのもあったの。なんか今日のゲストは浅香多田さんです。いや、どうしようかなと思ったけど、とりあえずこんばんはとか言っちゃったから。それデビューして間もない、デビューして間もない時、打ち合わせの時は確かに浅香さん浅香さんって言ってたのね、うん、でまさかただって言われると思わなかったからね、うん、考えても分かりそうなのにね、演歌歌手じゃないんだもん ね女の子なのに、そう、困っちゃうのよね、いるのね、地方に多いね。私たちも最後まで、私がゆかりちゃんで、ゆかりちゃんがともこちゃんだったね。私なんか最後までさゆりちゃんとか、どこから出てくるのかな、私はゆかりだよって言いたくなっやだちゃうね、あとね、私たち地方行くとね、つまんない受けになってね、皆さん今日はバベが来てますよ。うるせえね、今頃受けねえんだ、このクソバベ、ベイブって言え、ベイブってとか思っちゃってね、バベですよ皆さんとか、どうもこんばんは、ベイブです、それでもしょうね、ベイブのお二人今日元気ないですね、なんて怒ってんだよ。そうだよね、元気ない時って大抵タレント怒ってる。そうそうそう、元気疲れててもなんか面白い人とかね、うん、乗ってる時はね、すごいキャピキャピしちゃうんだけどね、うん、そういうのはあるね、あるね。ということで、いろいろゆいちゃんに質問をしてみました。はい、ならずやらずにはいられない、はい、やらないとムズムズして心の病気になってしまうですね、はい、恒例のこのコーナーに行ってみたいと思います、はい、ドクターマーガレット&ドクターハニーのカウンセリングコーナー、イエーイ。やだ、エコーかけるんならかけるって言ってくれないと、リブラート聞かせたのに。やだもう。はい、悩める皆さんのためはですね、はい、このコーナー今夜は特別にですね、この先生が相談に乗ってくださいます。それでは先生、ご挨拶をって言ってるんですけど、ドクトルなんとかって名前をね、考えてもらってるんですもん。こんばんは、ドクトル乱暴者です。なんだ乱暴者って結構好きなのよね。乱暴者なの、ちっこい時ね。あ、ちっこい時ね、ちっこい時ね、それでは行ってみたいと思います。はい、横浜市のですね、うん、浪人1号さんからですね。浪人生、うん、男の人、うん、こんばんは、僕の話を聞いてください、はい、僕は今年秋田の高校を出て、今は東京の某予備校に通っています、うん、それで話というのはどうしても東京の生活に馴染めないのです、うん、買い物に行って店員の人ね、特に女性なんかと話をしていると、うん、相手がクスって笑うんです、うん、どうやら僕の方言やちょっとした発音の違いについて笑ってるみたいなんですが、うん、
そういうことが何回か続いているうちにすっかり無口になってしまいました。それでも最近は標準語で話そうと意識しているんですが、そうすると知らないうちに顔が真っ赤になってしまいます。そんな感じなので、近頃あんまり人と話をすることもなく、せいぜい田舎の友達と電話で話をするくらいになってしまいました。こんな思いをしているくらいなら田舎に帰ろうかと思っています。僕はどうしたらどうしたらどうしたらいいのでしょうか、って書いてある、ね、田舎者さんですか。やめなよ、そういうこと言うの、今傷ついてんだから。さて、クイエーションのこの人はまあ、でも本当でしょ。何を、でも私そんな悲観することないと思わない。私の番組でも田舎者集めてやってんのよ。自分は田舎者だから、田舎者だって強く生きてんだぞっていうコーナーがあるのね。だからこういう子ってすごい多いんだけど、私も東京出てきて学校で国語の教科書読んだ時に、ドーッとか教室中湧いたのよ。なんか変なこと言ったかなと思ったら、やっぱり鉛で笑われちゃってて、最初は悔しかったんだけど、でもそんなに気にすることそれをトレードマークにして、それで笑い取っちゃえば勝ちやもんね。ね、私ね、中学生の頃ね、鉛のある人と結婚したかった。何やってんの、九州の方の特に鉛ってなんか優しい感じがするんじゃない。だから日本は標準語ってさ、東京の人ってさ、言うことがきついじゃない、だから私九州なまりの人と結婚したかったの。なるほどね、すごいこう丸い言い方するからね、好きなの。でも結局はさ、東京以外の人っていうのはなまってんじゃない、そうだよね、なまってる人の方が多いよね、多いんだから、そんなに気にすることないと思う。気にすることもないね、これ一人で洋服買いに行くからいけないんじゃない、で帰ってこうやって暗くなっちゃう、余計いけないと思わない、友達も少なくなっちゃうし、自分で育ってさ、喋ってた言葉をね、東京出てきていきなり捨てようっていうのは、堂々としててほしいな、自分とこの言葉は、ねえ、そんないいじゃないね。で、真っ赤になっちゃうのか、赤面症なんだね、青いファンデーションとかね。出ました、爆弾先生、なかなか乱暴者の先生らしい答えが申し訳ない。じゃあこの子は、じゃあ先生どうしたらいいかの、結果を、結果を、はい、とか青いファンデーションを塗って生活し、そして自分の鉛を誇りに思う。素晴らしいお答えが、2世人どうしよう、いい加減にしろとか言われそうですね。申し訳ない、浪人1号さんね、本当はそんな気にすることないですよ、ないです、ないですね、笑った方が勝ちなんだから、そうそうそう、皆さん、私たちを近藤さん、なんか最近どうやったら笑い取れるかって、それしか考えないですからね、本当に。それがでも楽しいよね、楽しい、私も楽しいもん、その方が、そうでしょ、皆さん、ちょっと笑わせてもらってるもんな。はい、皆さん、今日どうもありがとうございました、お便り。そして、乱暴坊の先生、ありがとうございました。どうも失礼しました。とても良いアドバイスだったと思います。はい、もうそろそろ話が近づいてきますけどもですね。私たちいつもゲストの方が来て、最初雑談バーッとして、肝心な話はいつもしないで、最後ゲストの人はドキドキしてるよね、本当に私のスケジュールを聞いてくれるんだろうか。そうそうそう、ちゃんと聞きますから。私でもよくね、番組とか出て言わなきゃいけないこと一言も言わないでね、余計なことばっかり言って終わっちゃうことが多いの。あるね、私でもそういう時自分のせいにしないで、そう、あの人何も聞いてくれない、相手のせいにしちゃうない、そういう時司会者なんでしっかりしてほしいよねみたいな。あるよね、あるでしょ、私たちだけじゃないんだよ、やっぱり。よかった、私わがままじゃなかったね。やっぱりね、普通の子だったわ。はい、それで予定ですね、はい、まずコンサートのお知らせから、はい、どうぞ。ビタミン C ツアーっていうのは今真っ最中でやってるわけなんですけど、明日静岡の妻恋の方で、はい、あと8月6日愛知勤労会館、8月8日大阪厚生年金会館、8月24日埼玉大宮ソニックシティ、8月30日神奈川県民ホールに行きますので、ぜひ皆さん時間のある方は遊びに来てください、コンサートいっぱいありますから行ってください、はい、それから、ラジオの方は、はい、ラジオの方がですね、少し大人のシルエットという番組を日曜日の夜の11時半から12時まで20分やってまして、はいはい、あと明日なんですけども、7月31日に、朝の6時から7時まで、早い、朝の6時から7時1時間スペシャル番組をやりますので、はい、早起きして聞いてください、皆さん。あ、そうですね。おじいちゃんおばあちゃんのいる家は便利ですね。いいですね。起こしてくれますね。起きてガタガタやってますから。そうそうですね。おばあちゃんたち本当に早いから。はい。はい。それからですね。はい、もう一つあるんですよね。もう一つ。はい。新曲が8月の18日に発売することが決定しまして、はい、タイトルが、はい、セシルっていう曲。セシル。綺麗ね。セシル。私たちもすぐやってみたいよ。やってみたいね。セシルとか。それで、まあお知らせ今終わって。
いいですか？いいです、十分ですか？十分言いました、はい、ここであのプレゼント、お待ちかねのプレゼントですね、はい、はい、まずですね、ゆうゆうひちゃんの方から何を？私はブラシ、ヘアブラシを、はい、にサインして、5名の方にサインですよ、はい、これはあのほらよくある業界にしか回らないっていう品物なので、なんていうの、そういうの粗品じゃない、ノベルティあノベルティノベルティそう、レコードとか作った時にさ、一緒に作る、皆さんにこれお願いしますって持っていく時に持っていくやつなんだけど、雑誌社とかテレビ局とかにも、だから普通の人には手に入んないやつだよ、いいわね、そういうヘアブラシとかしゃれてるわよね、私たちなんか何芳香剤トイレに置く芳香剤とか、わけわかんないのか、よくわかりません、はい、ちゃんの方はだからヘアブラシ5名入りですね、はい、で私たちベイブの方はですね、はい、何を物を前あげたし、あげたしね、前私たち最近作ってないんだよね、そういうのノベルティね、うん、だからですねベイブの危ない生写真、そう5名の方に生写真、ベーブだけじゃなくてうちのだからこのジャジャーマベーブのハロームービーのスタッフの生写真を、そうスタッフと私たち一緒に写ってるやつをあげたいですね、うん、これはカメラ小僧が撮ったのより全然いいよね、そうだ、普段の私たちを、そうで、だって、そうでしょ、はい、でね、はい、あのこれただじゃあげません、そうただじゃあげないんです、いつもあのキーワードをね、うん、そう考えてもらってそれでまあね、これを書かないと当たらないよっていう感じするんですけれども、何か面白いキーワードがあれば、そう、うん、じゃあちょっと長くてもいいですか、うん、長くていい、じゃあ3行ぐらい、レイコの自慢は彼との大胆ナイト、やっぱしエッチ、これで生かしてもらいたいと思います、皆さん分かりましたか、このわけのわからないキーワードもう一度ゆっくりどうぞ、レイコの自慢は彼との大胆ナイト、やっぱしエッチだそうです、私たち覚えきれませんから、はい、皆さん買ってください、これ一文字でも間違ってるとあげません、そうです、このプレゼントが欲しい人はですね、はい、もう一回言いますと私たちの生写真と、はい、ゆいちゃんのサイン入りブラシ、はい、それぞれ5名の方ですね、はい、それとですね、それを感想、ちゃんときちんと感想と、ね、感想を書いてるあのキーワードを、キーワードね、間違えずに、さっきのもう忘れちゃったから言えませんけど、言えません、忘れちゃった、あの書いて、こちらまで送ってください、はい、宛先ですね、郵便番号100087日本放送ジャジャーマベイブのハロームービー夏休み大プレゼント絶対欲しいの係までです、締め切りはですね来週の土曜日8月6日到着分までですからね、お待ちしてます、はい、ということで、もうおしまいの時間に、早いですけど、ね、もうあっという間でした、楽しいひとときを、楽しかったです、それでは最後に新曲を聴きたいんで、はい、お願いします、はい、はい、それでは聴いてください、8月18日発売です、セシル、さるゲスト藤井直之さんです、ゲスト藤井直之さんです、どうもこんにちはどうもいや、本当にお忙しい中来ていただいて本当に光栄です、なんか富田も今日はちょっと口が回ってないので、私本当ダメなんですね、あんまり喋るの下手で、いやで自分もダメですよ、いやあのいや私がもう喋らなくなったらあのこのまま番組乗っ取ってくださいということで、まあね、せっかくこうしてね、藤井直之さんが、来られたということで、ねまあね、スタッフの皆さん、高橋ディレクター以下の皆さんがね、まあ、気を利かせてくれたということで、相性診断チェックを、ね、直之さんに、ね、お付き合い、させていただくんじゃなくってお付き合いしていただきたいなと思うんですけれども、はい、はい、じゃあね、まずですね、はい、今から読み上げる質問に丸か×かと答えてください、私がねこれさっきやったんですけれども、うん、まああの同じ答えがね、同じ答えだったら相性がいいというそういうやつです、はっきり言って適当ですから、この番組アバウトですから、はい、はい、お願いします、じゃあデートをするなら海よりも映画の方がいい、××ほう、海の方がいい、どうしてですか、うん、山だったらもっと良かったけど、でも山って蚊がいっぱいいません？いやほらもともとね近所に山とかあったし、うちの周りだから全然、映画ってね昔から全然見に行かなかったし、あそうですか、うん、私蚊がいるからねダメなんですよ、あそう、どちらかというとやきもち焼きの女性の方が好きだ、ののじゃあちなみに直之さんはとやきもち焼く方、焼くのかなとかあんまし感じしないっていうかね、束縛したくないし、うん、されたくないしっていう、うん、そうですじゃあ料理は得意な女性の方が好きだ、もちろんですね、これは、はあ、まるですね、うん、
やっぱりそうですよね、一般的にはね、うん、片付ける方が好きだっていう方が変わってるかもしれない。はい、じゃあ次行きます。デートの時腕を組んで歩くのは苦手だ。イエス。はあ、うん、結婚はなるべく早くしたい。バツだなこれ。ああ、うん、そっか、うん、ちなみにあの富田はこれ全部バツなんです。あ、そう。料理は得意じゃないから、うん、片付ける方が好きだからバツだったんですね。でデートの時腕を組んで歩くのが夢だからとりあえずバツ。5問中の、1,2,3 問同じだった。60点。まあ人生こんなもんだろうっていうやつですね。ということで、まあ50% より上だったからとりあえずホッとしている、私ですけれども、それではまず、これからまだお話をお聞きしたいと思うんですけれども、はい、その前に恥ずかしいんですけど私の曲をかけます。どんどん。はい、富田靖子でそれは彼女のグッバイ。今夜お茶目クラブはスペシャルゲストとして、藤井直之さんをだって、お招きしておりますけれども、はい、実はですね、あのリスナーからね質問を募集しまして、はいはいはい、ここにあの5枚はがきがあります、はい、この中から、1枚選んでください。それをお聞きします。3番。お、うん、すごい。高橋さん、人間っていうのは、うん、だいたい3番か1番だっけ、3番か1番を選ぶもんだから3番と1番はあのポイントの高いはがきを送るようにとか言ってね。そう、どこが面白いんだろう。面白くないかもしれない千葉県の佐藤夏夫くん。私これ言うの、まあいいや。やすこちゃんは自分でも指が太いのを気にしているようですが、僕はやすこちゃんの指はチャーミングだと思います。うん、なゆきさんから見て、やすこちゃんのチャームポイントってどんなんだと思いますか、という、あの軽く今流してください。初めね、本当にあの見たときはなんか、どこで最初、一番最初、いや本人と会ったのはごく最近じゃないかな、多分。でほら一方的に画面を通じてね。あ、それは、ね、確かに、ね、オーディションを受ける時 の、 あの制服の時、制服着てオーディション受けんかった、受けた、そこを、それのグッバイ夏のうさぎの映画じゃなくて、うん、いやその後かな、じゃあの制服でオーディション受けたのは後にも先にも、うん、そう、グッバイ夏のうさぎ、じゃあそれかな。ビデオですか。ビデオじゃなくてなんかテレビで見てた。テレビ、なんだろう、私もよくわかんないや。それは田舎で見てたのか東京に来て見てたのかちょっと覚えてないけど、で福岡の子なんだなと思って、そう、兄弟ってやつ頑張れ、兄弟っていうね。でも絶対兄弟意識ある、あるある。だってなんか、うん、なんか知らんけどね、うん、うちの周りってね、もう九州とかね、もうましてや福岡の人間ばっかり、いつの間にか、あの、うちの他のめ、うちのメンバーだけじゃなくて、うん、友達とかね、他誰いらっしゃいました。まずモッズの人とかね、はあ、まずまあこういう世界の人はそんなにいないんだけど、普通のその、あ、スタッフとかでもすごく多い九州の人で、ほらうち7人ね、うん、いるから、やっぱ7人いるともう九州弁でまだ喋るからね。だからスタッフはね、あの福岡弁ヒアリングバッチリ、喋れないけどヒアリングはバッチリ。いやでも私一回なんだっけな、どうもありがとうで、うん、あのみんな、皆さんがジェカズの皆さんが、あ、ありがとうね、白でわーっと喋ってるのを聞いてて、わ、うん、かるんですけど、あの富田の博多弁と、あ、違うもんね、うん、こっちはねやっぱ久留米弁やもん。久留米弁、私あの実家じゃないけど田舎とは言ったら、おばあちゃんが久留米だから、うん、あ、そう、うん、だからなる、でも1年に1回しか聞かないからかな、なんかすごい結構難しかった、うん、うん、分かるけど、あのよく考えてハガキの内容とそれ、それましたね。そう、いいです、もうやめましょう。ゃ、あ、じゃあもう一個、もう一個、もう一枚やってくれって、はい、もう一枚、じゃあそう言ったら一番にしましょうか。はい、はい、じゃあこれは小泉さとし君、名古屋県、あ、名古屋市、中村区の男の子です。直之さん、名古屋という町はとても柄が悪いところで、僕はよくヤンキーの兄ちゃんに絡まれてしまいます、うん、あまり体力には自信ないので内心クソーと思いながらもヘコヘコしています。仮に直之さんが女の子とデートしているとき、3人のヤンキーに因縁をつけられたら、どうしますか、もし過去にそういうことがあったらその時どうしましたか。まず若い時だったら突っかかっていったらね、女の子の前にいい格好して、あ、彼女さんと一緒だったし、うん、でボロボロに負けるだろうね、絶対ね、3対1じゃ負ける、喧嘩、うん、うん、だから今もしちゃったらごめんねっつって、はいはいってピースと V サインとか出してね、やっぱね大人になんないと。ああ、うん、うん、そうですね、でも状況にもやるかもね、自分よりも弱そうなのが3人だったら
行く。いや、やんないね。やっぱ喧嘩はやりたくないもん。昔散々やったし。兄弟喧嘩とかやりませんでした？ちっちゃい頃とか。ちっちゃい頃までは結構ちょくちょくやってたけど、そんなうちはね、やっなかったね。結構なんか本当仲良かった。え、フミヤさんとおいくつ違うんですか？違い。え、やんなかったんですか？あんましやんなかった。あれ、うち妹と兄がちょうど二つ違いなんですけど、うん、私両方ともむちゃくちゃやってました。時計投げたりとか、うん、殴ったりとか、うん、殴ったらお兄ちゃんにガバッとか殴られて、うん、でーんとか泣いてすごい結構珍しい兄弟じゃないですか。まあ1年に1回やればいいっていう感じかな。今はそんな、今もほとんど喧嘩しないね。やっぱお互いもう、なんていうの、もう分かりきってるっていうか、うん、よっぽどのことがない限りは。最近とかそういうのなかったですか？一回あったね、去年。ただ口喧嘩っていうか、俺ね、やっぱ一生弟だからね、やっぱね、俺が引いちゃうね、やっぱピッて。あ、最初に、あ、ごめんって謝っちゃう。うちも AB 型の3兄弟だからよくわかんないんだな。はい、じゃあそれじゃあですね、はい、この間、そういえば、うん、スクリューっていう LP を出されて、はい、せっかくなんで直樹さんが作曲されたやつを聞きたい。21日か、うん、21日だから、この間、そうですね、21日、うん、この間出たやつで、はい、ぜひ私は直樹さんの作曲したやつが聞きたいということで、こちらで勝手に選ばさせていただきました、チェッカーズでスタンディングオンザレインボー。あんた、あれかね、とっても恥ずかしい企画だなっていうか、とっても意地悪だなとか思ったんですけれども、意地悪っていうか嬉しいかな、まあお芝居ですけれども、本当にスタッフの皆さん気遣ってどうもありがとうって感じで、私と直樹さんでね、まあデートのお芝居っていうか架空のデートを。俺はほらね、全然いや芝居ってしたことないし、ね、でも私見ましたよ、淡々とのソングフォーユー。ああいうのはね、ああいうのは芝居のうちには入らんよ。だっていや、そんなことないですよ。そうか、まあ一応タイトルでラブラブショーついてるけど、まあちょっとロマンチックに参りたいななんて富田思ってます。終わり、また。あ、うん、私も今来たところ。よいしょ。さて、今日はどっか行きたいとこあるかいな。どこでもいい。そう、うん、じゃ、とりあ、映画館があったから映画館行こう。うん。視力大丈夫？うん、大丈夫。じゃあ、この辺でいいかな。映画とかね、よく見るんですか？いや、全然見ないです。本当に。本当に。うん。例えばやっぱ、画面とかね、やっぱあれだけでかいとこは気持ちはいいと思うんだけど、うん、なんかね、足運ぶのが結構、物臭なの、俺。そうなんだ、うん。割と出不精とか。出不精で、一日中ね、うちのソファー、そこに電池だったら、動かなくてもいいぐらい。本当に？本当に。私も出ないけど、家の中では、私、そっか、お休みの日とか、うん、ビデオ借りてきて、うちでずっと見てたりとか。そういうの多い、うん、結構。お布団干したりして、うん、で、ちょっと外に出ると、近所のちっちゃい子が、キャーとか言って、私指さして出てたりとかね。そういう感じだから。うん、なるほど、はい。はい。それじゃあ、はい。あれ、まあ、いつの間にか動物園に来てしまいました、ならない。そうですね。あ、え、あれあれあれ、ほら。あれがね、オオアリクイって言うんだ。なんかかわいい。ね、直樹さんって結構動物にも詳しいんですね。そうですね、私はですね、子供の頃、少年ジャンプ、懐かしいな、自分で言っちゃうんだが、僕の動物園日記というのをね、かっさず読んでたんだな、これが。本当に読んでたんですか？うん、あ、本当に？うん、結構読んでた。あの、チンパンジーがかわいいんだな、これが。うん、名前忘れてたけどね。私、少年漫画って全然ダメだから、うん、少女漫画一人だから、目の中キラキラっていうのが好きで。じゃあ子供の頃ってどういう感じのタイプとしては子供だったんですか？まあ俗に言う田舎のクソガキですよ。え？って言うと山の中でギャーとか遊んだりとか、うん、もうカエル、ヘビ関係、もうおもちゃにして遊んでたっていう。あの、よくカエルとか膨らませてパーンとかやっ、もうあの爆竹口に入れたりとかね。カエル？うん、私そういう残酷なことはしなかったけど、掴んで遊んだりとか。子供はね、残酷だもん。だってだ、蛇はね、だからずっとあの振り回したりとかやった。いろいろ、ほとんど野生児ですね。うん、
あ、じゃあ一つ聞いていい、うん、初恋はいつだったんですか。初恋よく聞かれると思う、うん、これは初恋はね、その男と女っていうかね、その王子をそういうの抜きにして、あの子可愛いと思ったのは幼稚園の頃だった。はあ、うん、だからそれ初恋じゃないのかもしれないけど、うん、女性に対して あの女の子可愛いと思ったのは幼稚園の頃だった。じゃあバレンタインデーを初めてもらったのはね、13。遅いですね。13本当に、うん、周りってだいたい中学校3年生ぐらいからもらえるようになった。いや、あのね、みんなもらってた。中1ぐらい、小学校の時から。そうですよね、うん、小学校ぐらいから。なんか知んないけどね、あ、その結構ね、紅派だったのみんな。俺たち、え、お兄さんも、いや、兄貴はナンパ紅派どっちでも言ってたけどね、俺とあっちはどっちかってさ、もう紅派一筋。本当はね、あの子かわいいとかね、みんな言ってんだけど、実際女の子が来ると関係ないねみたいなね。あ、だからチョコレートとか持ってきてももらわなかった。え、でも最初にもらったチョコレートっていうか、うん、受け取ったチョコレートってどうしたんですか、うん、私これって絶対聞こうと、ね、自分が初めて渡した相手が13個もらったんですよ、うん、その13個のチョコレートあいつは一体どうしたんだろうって結構気にして聞けないんだけど、男の人ってどうするんですか。俺はまず半分食べた、すぐ。え、もらってすぐ、うん、もらってすぐ。それもほら今みたいにほら結構こういう網っていうかちっちゃいカゴの中にね、こうおしゃれっぽくじゃなくて、昔みたいにでっかいハートのねチョコレートだったわけだから、ポキッと半分に折ってブレブレって食べてたもん。で、あと半分はもうチビ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 ね、もったいないからっつって、うん、じゃあ何聞くか忘れちゃった。こういうのがあるからやだな。はい、すいません。ごめんなさい、海が見たいなんてわがまま言って。あ、別にいいよ、別に。もう俺もね、なんとか見たかったから。手つないでもいい？あ、いいけど、時間の方は大丈夫？うん、うん、もう少しこのままでいたいから。今日は結構いろんなことやったし、いろいろ回ったね、本当に。うん、でもなんかすごい楽しかった。うん、そりゃよかった。また会おうね。うん。ああ、恥ずかしい。やっぱ、でも結構、ドラマやればいいのにとか、もっと映画 ね、やればいいのにとか思っちゃった。やっぱね、訛りがね、どうしても抜けきらんな、本当に。でも私も台本とか読み合わせ、うん、ただ読むだけだとボロボロなんですよ、うん、それからねとかなんか自分の中でやっぱ何度も何度も消化するとかやね、やっぱ。私どうかいな、どけんかいな。いや、私消化するっていうか、一、うん、回読んで、あ、このシーンダメと思ったらもうそのシーンはダメ、うん、あと泣くお芝居もダメっていうかね。あ、そうだそうだ、今度東京ドームっていつなんですか。8月の26だったと思う。26。あとはもうずっといろいろもう回ってらっしゃるんですか。そうですね、まあ結構今回大きい野球場クラスとか体育館クラスで。へえ、すごい、うん、本当これからも体に気をつけて、はい、頑張ってください、はい、今日は本当どうもありがとうございました。どうも本当にありがとうございました。うまい。今週はですね何かスタジオ中がみんな同じような声になってしまうという状況にメンバーがですねメンバーが先週に引き続いてまだちょっと風邪気味なもんですから。というわけで今週の 生ゲストは森川ゆかりちゃんです。どうも森川です。すげえ声真っ白です今日は。とにかくね、そうです、ゆかりちゃんは、はい、さて今日は後でクイズ出してもらいますが、出します。渋垣隊に言われたで釣られて思わず正解言っちゃう人がいるんです、うん、で釣られないようにして、なんか最後の最後まで聞くところによると、うん、何でも知ってるんでしょ。歩く雑誌だって言ってた渋垣隊は。そうですか。そんなこともないですけどね、だからね、大抵ね、簡単なことだと大抵のことはバレるからね、ひねってひねってまたひねってって言われた。あ、そうか。今散々プラ考えてきました、うん、散々プラ、はい。じゃあその散々っぽら後で出してもらいますか。じゃあいつも通りハガキの方を、はい、じゃあこの方からいきましょうか、はい。
北九州市のですね、うん、藤井理恵子ちゃんリクエスト曲は The RP のですね19。はい、愛知県の、深谷ゆかりちゃん。ゆかりちゃんとこのゆかり同じですか？あ、ちょっと湯が違う。湯が違う。ああ、そうかそうか。友達の友だもんね。そうですね。海に行きたいという、ゆかりちゃんのリクエストはですね、中山美穂ちゃんのマーメイド。はい。これまた愛知県のですね、うん、サイダアキコちゃん。立花リサちゃんのリサの妖精伝説。さあ、そういうハガキを紹介したところで、じゃあゆかりちゃんからですね、さんざっぱら考えてきたやつを、はい、ぜひとも出していただきたいと思います。はい、じゃあさんざっぱらやったやつ、うん。小さい頃から暴れん坊だった私のエピソードです。うん、次のうちどれが正しいか選んでください。丸1、学校一番の不良を何とかしてくれと先生に頼まれてしまった。丸2、喧嘩相手を救急車送りにしたことがある。うん、丸3、暴走族からスカウトされた。誰だですよ。あ、いやー、まあどれもこれもありそうですけどね。面白いのはですね、どれかが正解だったら怖いね。ここに来たあのゲストの方全員、うん、全員ですよ、うん、1番何々、2番って丸1って丸1丸3これはなかなかポイント高いですね。丸1丸1やった。じゃあ僕は丸3丸3まだ暴走族だったんだよな。丸2丸2丸2僕丸2救急車送りにしたね。で、福君がじゃあ丸1で丸1で、うん、丸1じゃあ3つ答えが出揃ったところで、うん、さあそれじゃあ森川ゆかりちゃんからの正解です。丸1、学校一番の不良を何とかしてくれと先生に黙ってしまった。それなの？それです。それいつ？これはですね、私が小学校6年生の時ですけどね、うん、あの女の先生だったんですよ、うん、だもんだからね、なんかね、どうしようもないしてやつがいてね、うん、今すぐうちのそばに住んでるも上村ってやつなんですけどね、あのそいつがどうしようもないやつで、ね、うん、とにかくほら先生だろうが何だろうがババババ殴るわ蹴るわで、もう大変なやつだったね。小学生で、うん、小学生で、うん、だから先生女だからさ、男だったらまだガッとかやるってできるんだけどさ、うん、女の先生だからやめなさいとかやってる間にさ、うん、本気でやられてしまうわけよ。そしたら先生が、ゆかりちゃん、ゆかりちゃん、呼んできて、誰かゆかりちゃんを呼んできてとか言って、で私が、誰かなって言ってみたら、先生がやられてるから、おめえもやろうとか言って、私が言って、だから学校一番の不良は私だったわけですね。そうだよ、うん。2番をやってちゃったんだよ。あ、でも不良とは言いませんね、私は、ね。あ、そう、正義の味方。正義の味方なんだ。ね、はい。私、低学年の時にね、年長さんと年長さんがいるでしょ、あの、ちょいちょい、あの、幼稚園の時、うん、それで年少さんの時に年長さんをこう椅子を振り上げて、うん、頭からバーンってやったんだって。おやさん、ブッチャーですね。ブッチャー。それが中学3年前続いて、うん、高校行ってなんでやめたかって言うと、女子校行っちまったんですよ、これがまた。行っちまったんだ、これまた、うん。だからね、相手がいなかった。ああ、そうかそうか。うん、女相手じゃもうしょうがないもんね。ああ、ダメだね。力があり過ぎる。結婚願望ってあります？ありますよ、私29歳、10ヶ月。悪いけど。どういう人結婚するの？私はもう龍ライトさんみたいな人を見つけますよ。龍ライトさん、あの人ぐらいじゃないと抑えが効かないもんね。だからねあの人が北千住じゃなきゃダメじゃないか。というわけで今日はですね、うん、1番が正解ということは福君がね、うん、そう、はい、残り物に福があったっていう福君が、うん、で福君に投票してくれたのは誰でしたっけ？斉田明子ちゃんですね。斉田明子ちゃんにはですね、ライオン製品の素晴らしい詰め合わせをプレゼントします。はい、それでは明子ちゃんのリクエストで立花リサちゃんのリサの妖精伝説。はい、今日はですね、特別企画なんです。渋垣隊からの問題というのを出します。で、3人がそれぞれ1問ずつ合計3問のクイズを出します。ラジオを聞いてるみんなは正解をハガキに書いて送ってください。3人から素敵なプレゼントがあります。まずは問題をリーダーから。はい、はい、これはですね、知ってる人は知ってると思います。うん、私のですね、ラウズイクーこれはですね、裏クイズね。え、裏クイズ、ね、そうそうそう、裏クイズってことです。バカって言われてます。ですね、私がこの間、うん、手相を見てもらいました。うん、中井貴一さんとかとですね、うん、手相を見てもらったんです。あの亀有名な武田信玄、うん、武田信玄さんと、うん、そしたら僕は異常に短かった線があるんです。うん、さてそれは何線でしょう。うん、1番環状線、うん、2番生命線、うん、3番山手線。わかりました。さあ続いて、それではラジオの皆さん、スタジオ前の皆さん、よく聞いてください。今度はふっくんのクイズです。はい、私が最近、アメリカンタイプの 50cc を買いました。うん、さてそれはどこのお店で買ったでしょう。1番川崎の地元の須山自転車。2番2番なんだっけな、何したんだけど、そういうこと言うとこれは違うってことはバレてるからね。何したんだっけなって言ったらまあいいや。2番麻布十番の
自転車屋さん、うん、3番野村モータース。これはよっちゃんちのお店ですね。よっちゃんちの野村モータース。さあ今の3択の中で福君の正解はどれでしょうか。みんな考えててください。さあそれじゃあもっくんからの裏クイズです。はい、山崎裏クイズ、ずいぶんあの昔の話になりますが、小学校1年生の時の、朝礼の時にとんでもない事件が起こりまして、私はずいぶん苦い思い出になったというのがあります、うん、その、苦い思い出というのは何でしょう。朝礼の時、1貧血でぶっ倒れてしまった。あ、いるんだよくね。2おしっこ漏らしてしまった。さ、ゲロ吐いてしまった。汚ねえなぁ。まあ、どっちにしてもあの、悲惨なものだったんですけどもね。まあ、トップスターというイメージから言ったら一番でしょうけどね。どうなるかわかりませんから ね、うん。それぞれ3択です。ヤックンが1番が環状線。はい、それね、2番が生命線。はい、3番が山手線。で、くんがですね、うん、1番が地元川崎の須山自転車。須山自転車。2番が麻布十番の自転車屋さん。はい、3番が野村モータース。もっくんがですね、1番が貧血でぶっ倒れた。2番がおしっこ漏らした。3番ゲロ吐いた。おはがきに、やっくんは何番か、ふっくんは何番か、もっくんは何番かと書いてですね、郵便番号 160-02、文化放送ライオンリクエスト30、渋垣隊の俺たち前だぜ、スペシャル裏クイズの係まで送ってください。で、3問とも正解じゃないとダメです、当選者に送る素敵なプレゼントは、さあそれぞれ発表していただきましょう。まずリーダーから。僕はですね、うん、あのやっぱりすごいいい時計、うん、時計が集めるのコレクションなんですよ、うん、それ時計結構いっぱい持ってるんですけど、うん、その中から動かなくなった時計を、三角形でですね、そういろんなマークが書いてあるのね。これはね、買った時は5万円ぐらいしたんです。へー、リーダーしたことあるんですね。いや、取材でも何回かしました。あ、本当、ええ、あ、じゃあよく見てる人はひょっとしてわかるかもしれない。これは知ってると思います。いや、私あらもったいないから絶対あげないのに気前いいんだね。えあらもうさすがリーダーとか。ええー、まいったね。そして文の剥ぎ取りは、僕はですね、うん、前あの DJ1 乗ってたんですよ、うん、黄色と黒の、うん、それの時にですね、かぶってたヘルメットで、それもですね、バイクの塗装屋さんに出して、うん、DJ1 と同じ色の黄色と黒にしたんです。なるほど。そのヘルメットをじゃあプレゼントしようと。すごい、もうカスタムメイドのやつね。こけて鼻血も出したことあります。なるほど。鼻血が内側についてると思います。体液がヘルメットの内側中にベトベトとくっついているというね、ヘルメット。そしてもっくんははですね、うん、もう常にこうツアーに行くときとかですね、うん、海外旅行に行ったときもですね、あの肌身離さず持ってるというラジカセ。ラジカセ、どの製品も本当にいつも身につけてるもんですから。そうですね。ちょっと待って、でもなんか俺もったいなくなっちゃった。もったいないよ。ヤックン時計ですからね。何が欲しいかっていうのをですね、答えの後にちゃんと書いておいてくださいね。ヤックンのゲーマンの時計が欲しいか、はい、F くんのヘルメットが欲しいか、モックンのですねラジカセが欲しいか、ちゃんと書いて、答えもちゃんと書いて、送っていただきたいと思います。3名の対象の他に、ライオン製品の素晴らしいプレゼントもありますから、どんどん応募してください。宛先もう一回、郵便番号 160-02、 文化放送ライオンリクエスト30、渋垣隊の俺たちまでで、スペシャル裏クイズのかかりまでです。どんどん送ってくださいね。締め切りが8月10日水曜日の決心有効となってます。お待ちしてます。男梅からこれは急遽なんか皆さんの向こうからのたっての望みという話だそうですが、そうなんです。もしもし、もしもし、どうも、こんにちは、こんにちは、こんにちは、前田くん。そうです。あ、こんにちは。はい。あ、前田光陽くん。そうですよ。あ、どうもこんにちは。こんにちは。久しぶりだね。そうですね。この間行ったぶりですよね。行ったぶりそうだよね。あのね、光陽くん。はい。僕はですね、この間会ってからですね、はい、男組のですね、大ファンになりましてですね。あら。あらじゃないんだよ。あらじゃないんだよ。あら。あのね、それぞれ4人がですね、それぞれの個性を持ってるし、非常になんかその存在感があるなっていう感じがしてですね、大変なファンになってるんですよ。いや、どうもありがとうございます。うん、それでね、はい、誰が貼ったか知らないが、私のですね、このスタジオの後ろの壁にですね、男組のポスターがですね、2枚貼ってあるんですよ。あ、それですか。ええ、それ僕が貼ったんです。紅葉が貼ったの。毎週見てます。毎週ね、庭くんは見てるわけですよ。そう、僕はですね、それを背にしながらですね、あの生放送やってるわけですよ。男組4人が、うん、小川さんが失敗しないように見守ってる。ああ、そういう眼差しを感じます。ありがとう、本当にありがとう。そういえば今日コンサートじゃないですか。コンサートですね。今ですね、もう本当始まってる時間なんですけど、はい、ちょっとおっしゃってて、
開演が新宿厚生年金会館ですね。この電話切ったらもうすぐスタートします。すいませんね、慌ただしい中を。ごめんなさい、ありがとう。あのね、はい、じゃあ少しあの話をピッチ上げていきましょうか、はい、デビューシングルがあのいよいよですね、決まりました。おめでとう。あ、どうもありがとうございます。はい、この辺あの声の方からですねちょっと説明をしておいてください。これはですね、はい、8月24日に発売するんですけど、はい、B 面がね、うん、あ、4枚出て、うん、4枚 B 面が違うの。うん、そうらしいね。4種類ある、うん、だからファンの子とかは、はいはい、自分の B 面の聴きたい曲を選んで、うん、買ってもらえればいいなと。そう、 B 面にはロックよ静かに流れよなんか出てるわけですね。あの全部言うとロックよ静かに流れよと、うん、ミッドナイトトレインと、うん、スタンドアウトと、うん、あと今フジテレビでやってるドラマの主題歌で、うん、第2章水浴のバンカっていうのが、うんうんうん、で A 面がデイブレイクと。そうです。いうわけですね。わかりました、時間いいかまだ。いや、ちょっと大丈夫、まずい、大丈夫です、まずい、大丈夫、大丈夫かな。 あとね30秒ちょうだい、はい、30秒時間ちょうだい、はい、はい、いいですか。あのね、紅葉くん、はい、今日のですねあなたの朝食チェックなんですが、はい、皆さんにやるんですけどね、これからあの朝食はですね、はい、何をお食べになりましたか。今日ですか。はい、あの今日はですね、うん、あの楽屋に用意された、うん、ポテトチップとポップコーンです。うん、ポテトチップと、はあ、そうすると紅葉くんの場合にはポテトチップスとポップコーンということですから、これはあの古来のですね、日本的なものじゃないから、これはパン糖という形になりますね。今朝はパン糖であるとこういう形になりますね。紅葉くん、はい、もうダメだろうな、時間はな。あ、もうもうダメですね。あ、そうか、分からなかった、はい、それじゃあのステージの方に上がってください。はい、どうもありがとう。どうもありがとうございました。みんなによろしくな。はい、はい、どうも。どうもどうも。いい、もしもし、どうもこんにちは。もしもし、どうもこんにちは。ヨコちゃん、はい、荻野めっち、はい今どっからですか電話。今大阪の厚生年金会館からです。あ、そうですか。はい、外の景色なんか見えます。そっからここからは見えないんですけど、でもこちらはとても30度ぐらいって言ってましたけど、暑いです。暑い、お天気はいい。いいです。あ、そうですか。こちらですね、東京地方もですね、今こちらの気温計で 29.9 度、湿度が 39% と非常に気持ちのいい日なんですよ。だからもうあの番組だけでもですね梅雨明け宣言出しちゃおうかなって話もあるんですけどね、今日コンサートですか。そうなんです。どうですか、頑張ってください。何時から、はい、1回目が3時からです。3時から、はい、じゃあ今ですね1時39分52秒になったところですが、まだまだ時間ありますね。何やってるんですか今は。今はね、まだあの音合わせの時間まで時間があるので、うんうん、ストレッチングとかやってます。ストレッチングなんかやってんの。そういう時間を使って。偉いわねー。おぎのめさんって。すごい。でさ、あのアメリカからですね、はい、レコーディングをして帰ってきたばっかりでしょ、おぎのめちは。ねえ、はい、相当有名なプロデューサーがあの手掛けてるって話なんですが、その辺の話ちょっと聞かせてもらえますか。そうですね、まだあのこのアルバムは今度出るアルバムの次のアルバムなので、はい、ちょっと先の話なんですけども、うんうん、でもあの今年のグラミー賞で最優秀プロデューサー賞をお取りになった、はい、奈良田マイケル・ウォールデンさんという方にプロデュースしていただいてまして、はいはい、でこの間行った時は英語バージョンの方だけだったんですけど、うん、今度また9月には日本語の方を録音してきます。着々とですね、荻野めっちはですね、大歌手へのですね、道を進んでるなって感じがしますね。ねえ、荻野めっち、はい、頑張れよ。頑張ります。ね、君は明日しかないんだから。今のこの音はですね、うん、あの文化放送のスタジオに備え付けてありますですね、屋上の地震計が作動したんです。あーはーはーはー。実際今地震かどうかは後からお知らせしますけれども、うん、ちょっと今作動してボタンで止めてますので、ごめんなさい、荻野めっち。ごめんなさいね、今、はい、あのちょっとあの変な音が聞こえたでしょ、ブーって音が。ごめんなさい。大丈夫ですか。大丈夫です。そちらで心配してくれてありがとう。と思いました。さてですね、はい、8月24日に、アルバムが出るというような話ですね。そうです。うん、これはどういうアルバムですか。これはもう結構、2、3ヶ月ぐらいあの時間を取って撮ったものなんですけれども、オリジナルアルバムとしては1年ぶりくらいなんですね。うん、だから、いろんな作家の方に書いていただいたんですけど、うん、
まあ、今まで通りアップテンポのものだけじゃなくてスローなバラードも入っているのでぜひ聴いていただきたい。あ、またなったよ。これ何とかしてよこれ。なんか開演のバラみたいな。ドキドキしちゃいますね。ごめんなさいね。おぎりまち、はい、君は3時からでしょ、今の開演のベルじゃありませんからね。ごめんなさいね。、はい、どうも機械の故障らしいです。実際の地震ではないみたいですから。はいはいはい。さてね、おぎのめっち、皆さんに聞いてるんですが、実はですね、これを聞いてですね、問題が作成をされて、素晴らしいプレゼントが当たるという形になってるわけですが、さて、おぎのめっち、あなたのですね、今日の今朝を切り取ってみたいと思うんですが、生放送ですから、今朝ですね、おぎのめっちは朝食は何をお食べになりましたか？あ、今朝ですか？はい、冷やし中華です。冷やし中華。出ました冷やし中華ね。これは困ったね。冷やし中華ね。困るんですか、おばあさん。いやいや、一応ね、パン糖かね、ご飯糖かに分けようかなというふうに僕は思ってるんですよ。これは分けきれません。冷やし中華っていうのはですね、あくまでもですね、これはあの、中華ですからね。どうしようかね。どっちにも分けられないですね。分けられません。分けられません。冷やし中華であります。美味しかった？美味しかったです。あ、そう。はい、はい、分かりました。変なもの食うなよ。どっちかに分けてくれよ。それから上野道、お話をいろいろとあのブザーが鳴ったなんかして今直してますけども、ごめんなさい。はい、それではですね、まだストレッチングは続けるわけ？もうちょっと時間がありそうなので。せーの、おぎのめっちは偉い、偉い、ね。じゃあどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとう。頑張ってください。はい、もしもし、もしもし、ゆいちゃん。はい、あ、どうもこんにちは。こんにちは。妻恋からだそうですが、はい、いいお天気でいいですね。もうすごくいい、いい天気です。気持ちいい。はい、今日はゆいちゃん、妻恋ではコンサートですか？そうです。それはあのビタミン C ツアーコンサートの一環ですね。はい、そうです。あ、そう。もう何人ぐらい集まってますか？もう10人ぐらいは。だってもうコンサート直前でしょうが。何時からですか？2時からです。あ、じゃあもうすぐじゃないですか。あ、どうしよう。ねえ、相当集まってるんでしょうけども、最近のですね、はい、ゆい人気ってのはですね、すごいものがありますね。はい、はい、だって素直な子だね。ねえ、自分でも驚くでしょう。目標とする歌手は誰ですか？山口百恵さんはすごく好きで、目標にしてます。ああ、そうですか、はい、近いよそれは。いやいや、明日あたりだよもうそれは。でね、ゆいちゃんね、はい、一応新聞なんか出てたんですが、あの原宿にですね、はい、10月にあのゆいのお店がオープンするって話が伝わってるんですが、これはどういうことなんですか、具体的には？新聞とか雑誌とかにもいっぱい出てるみたいなんですけど、うんうん、まだ具体的になってないっていうか。あ、そうですか、わかりました。さて、ゆいちゃん、はい、皆さんにお聞きしてるんですが、朝食チェックをしたいと思います。はい、ゆいちゃん、はい、今日ですね、朝食はですね何を取りましたか？まだ食べてないです。まだ食べてない。朝かゆいはまだ食べていない。まだ食べてないんです。まだ食べていない。これから食べるんですか？コンサート終わってから。あ、やっぱりコンサートの前ってのはあの食べたくないですか？食べれない、食べられない。飲むものも何も飲んでないですか？やっぱり緊張しちゃうのかな。うん、飲み物は飲むんですけど、うん、食べ物はなかなか。あ、そうですか。何飲みました？ウーロン茶。ウーロン茶ね。ウーロン茶。まあウーロン茶はね、お茶、まあお茶ですから、これはもう中国産ですからね。まあ一応今日はまあ 何も食べてないと。食べてない。何も食べてないと、朝食チェックまだ何も食べてないと、こういう形でいきましょうね。飢餓状態でコンサートに臨む。飢餓状態っておかしいけどね。じゃあゆいちゃん、はい、頑張ってください。はい、ゆいはですね、はい、僕のモノマネが非常にうまいんで、最後にですね、決定全日本回選抜あのとどめを締めてください。どうぞ。輝く瞳でやってね。決定全日本火曜選抜。はい、ありがとう。ありがとうございました。ごめんなさい。もしもし。どうも。こんにちは。こんにちは。この間の話ですが、はい、撮影現場からですね、はい、お電話いただいた時に、はい、途中で切れてしまって大変残念でした。あの時は失礼しました。すいませんでした。なんかね、ねえ、やっぱりあの撮影現場ってのはなかなかですね、電話のしにくいところですもんね。はい、うん、今日は普通の電話ですか？どっからですか？今日は
の福島の方に来てるんですけど、はい、この電話です。福島、はい、何ですか今日は仕事は。コンサートです。コンサート、何時から。夜の6時ぐらいから。6時ぐらいから、はい。今入ったんですかそちらの方に。そうです、さっき新幹線で。あ、そう、はい。もうコンサート会場に入ってるわけ。もう入りました。入ったんですか、はい、そうですか、頑張ってくださいね。はい。まあ普通はですね、はい、生放送の、まあ、我々がですね、自己告知を言うわけですが、ヨコちゃん、はい、あなた腕時計してます。腕時計はないけど、あの部屋の時計はあります。あ、福島の方の今の時間何時ですか。3時15分ぐらいですか。ね、3時16分49秒50秒ですね。50秒、はい。ちょっと遅れてますから直しておいてください、その時計は。はい。今ヨコちゃん、はい、サマーコンサート中ということですが、はい、ねえ、大変でしょ。でももう始まって3分の1ぐらいやったんで、うん、もうだいぶ慣れましたけど、うん、会場の歌合わせの音が聞こえてきますね。はい、そうですね。あ、そうですね。はあ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 。そういう状況なんですね。そうです、はい、うん、そうか。まあこれからですね、はい、本当にあの今あの中谷美穂ちゃんが来てたんですけどね、はい、ミポリンとも話をしたんだけども、2、3日前まではカーディガン着てたのにもかかわらずですね、これからはですね、はい、もしもし、はい、本当に暑い日になってくるわけですから、コンサートですね、夏バテしないようにですね気をつけて頑張ってくださいね。はい、はい、それからですね、はい、映画菩提樹、はい、もうすぐ封切りですね。そうです、6日からです。6日から、はい、これは頑張った作品ですから大ヒットにしたいですね。そうですね、はい、ヨコちゃん、はい、そろそろ時間がなくなってきたんで、はい、皆さんに聞いているわけですが、はい、これでですね聞いてその答えによってそのヒントになって問題になって、商品がもらえるって形になるわけですが、はい、朝食チェックってのやってるんですよ。朝食チェック、はい、南野ヨコちゃんが、今日食べたですね朝ごはんは何か、朝飯は何か、朝食は何かということですが、はい、教えていただけますか。お弁当だったんですけれど。お弁当、中身は大体私がメインで食べたのはご飯と、ご飯とあとなんかお魚だったです。魚、はい、はいはいはいお弁当ね、はい、うん、汽車の中で食べたわけですね。そうです。そうですか、わかりました。ヨコちゃん、はい、それではコンサートの方頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもどうもありがとうございました。中野くん